ツッペリー飛行船と木曹事件は、神林明の著書、ツッペリー飛行船と木曹の編集著作権をめぐり、古神林の遺族と版元の株式会社元気処房の間で争われた裁判の総称である。暁の孫が提起した第一事件と暁の長女が提起した第二事件に対別される。いずれにおいても、元気処房が勝訴した。 この事件の最大の特徴は裁判所が著作物性を否定する盗作者を著作者に仕立て上げるために創作者に対して詐欺を働いたことにある。裁判所はその他に人格否定、名誉毀損、誹謗中傷、矛盾挙動、主張の隠蔽、鉄像、通説に反する法解釈の適用、手数料の課題請求など様々なやり方で遺族に攻撃を加えた。 その多くが独自攻撃であるため裁判官の品性と人格がよくわかる事案である。裁判所は、セッペリン飛行船と木層の編集が、孫の研究業績にならないようにした上、他社から再犯できないようにしたいと思っていた。しかし、元気処方は、孫が編集した事実を認めた上で創作性を否定していたため、同社の主張を認めて勝訴させたとしても孫の名前を、 弊者として表示した書籍が他者から再販されることを妨げることができない。そこで裁判所は次のような手順を用いて同社に編集著作権を与えた。孫が編集した事実は電子メールを証拠としており争いようがないので、弊者である孫に編集著作物性を証明する義務を負わせる。元気処分がありふれた選択、配列さえできないものであることが自動的に確定する。 編集著作物性を証明しさえすれば、編集著作者と認められると孫が錯誤する。そのまま決心させる。判決書で、孫の主張通り、素材の配列に編集著作物性を認める。孫が編集著作者であること及び、元気処方が盗作者であることが確定する。孫が編集したという争いのない事実を取り消し、誰が編集したかという問題を蒸し返す。 編集の定義を創作とは、無関係の行為にすり替える。元気処方が編集した事実を認めて、編集著作権は孫に帰属しないとの結論を出す。証拠偽造疑惑を懸念して、信用を傷つけること、単なる著作権者の代理人に過ぎない存在であるとして、貶めること、研究者としての人格を、 全否定すること、著作物性を証明したことを公開させることの4点は、死逆趣味を満足させる。要するに、争いのない事実を、不意打ち的に蒸し返す手口は、元気処方よりも裁判官たちにとって、メリットが多かった。補正命令孫と接触する前、元気処方は、神林暁の文学資料を公開し保存する会の代表の一人を勝手に著作権者の代理人と、 見なしていたそして同人から子神林の日記のコピーを受け取り、著作権者の承諾を得ないまま出版しようとした。それを知った孫が辞めさせた。この時に、同社の担当者は孫を著作権者の代理人と認識したと語っている。同社は、自身のこの歌詞を逆手にとって、孫は単なる著作権者の代理人に過ぎない存在だから、編集著作者ではないと誹謗した。 これに長女が不快感を表明し、選択と配列に個性がよく現れているとして、孫を指示すると、元気処方の訴訟代理人が変わった。この誹謗は、争点整理の中で消え去り、実質上を取り下げられていたが、知財交際第四部が掘り出してきて、有効な主張として扱い、第一事件に新判決書で不意打ち的に認定した。陳述書を無視された長女は、 孫は自身の代理人であると同時に共同著作者であると主張して再三再審を提起したがすべて却下された。そのため仕方なく孫は自身の単なる代理人に過ぎないという認定事実を受け入れ自身のみが編集著作権者であるという新たな主張事実を掲げて第二事件を提起した。元気処方は長女は 孫の被代理人に過ぎないから編集著作者ではないという循環論法を使って長女を貶めたが孫が長女の代理人だったことに関し両当事者の間に争いはなかったところが知財交際第三部は以下のように言った長女による本件訴訟は全件訴訟において孫が敗訴したことを受けて原告を控訴人とするとともに孫は控訴人の代理人であったなどとして 実質的には、全権訴訟と同様の事実関係の主張を繰り返すものに過ぎず、全権訴訟の蒸し返しであると言わざるを得ない。第二事件二審判決書、同様の事実関係の主張を繰り返しているというのは、誤りであるが、それにもまして、問題なのは、裁判所が孫の被代理人を、新証しているとして、長女を中傷したことである。ありがとうございます。